さあ、チェルシーは 4-3-3。あれ、この間見たのに3バックだったけどな。あれはマドリー用ってことですかね。でもムドリック、ブリッチェ、ムドリック、ここのポジション得意ですからね。あとは、スターリングが空けたスペースにこう斜め飛び出していくタイプの、ね、ムドリック結構やるけど、そこのね、走り出しのタイミングがいいかっていうとね、その頻度でごまかすというか、頻度でカバーするみたいな感じですからね。いや、コルウィル使えないの痛いよ。マドリーにあらばいない日みたいな感じですからね。他で言うと、なんだ、シティにルベンディアスいない日みたいな。チェルシーで言ったら、チアゴシューバーいない日と一緒じゃないですか。って言って、今日チアゴシューバーいない日じゃん。ホハナ・バディアシルとはまたね、これはもうフィジカル系の。三笘対チャロバー楽しみだな。これボールいったら結構有利じゃないですか、三笘。さあ、もう始まりますね。さあ、今日はトップファーガソンです。ウェブスターがどのぐらい、ね、このチャンネルで分かりやすく言うと、アーセナルでいうホールディング出てるときみたいな感じだから、それが一番低くな。サリバーホールディングぐらい、これ言うとウェブスター差あるから。ブライトンとしてはね、5-3-2 で中央を閉じられて、そこで縦関係のパスワークできないよりは、4-3-3 の方がね、センターバックも縦にさせるコース空くし、アンカー脇空いたりするから、ブライトンにとっては、なんか、やりにくい布陣は避けれたって感じがしますけどね。あ、でも、ブライトンがプレスかけたら奪いそうだったけどね、そこ緩かったからムドリックにボール入りましたね。さあ、ムドリック逆サイドまでドリブルで進んでいきそう。いやー、リフレクションして決まりました、ギャラガーへの。右サイドに斜めに進んでって、中盤の選手とクロスする形で、ギャラがフリーになったところに、へその向きで騙してパス入れて、まあ、そこからシュートが、ね、ダンクのね、かかとに当たったのかな。って決まりましたね。このエンツォにね、誰もサポート行ってないから、あそこでプレス行けたらね、よかったけど、そこ行けなかったからね。でもムドリックね、ちょっと結果出した感じでよかった。理にかなってるかどうか怪しくても、ポジションチェンジすると相手のマークって、ね、ハイプレスの役割しっかり決めてないとずれたりとか、瞬間的な隙はできるから、まあ、そこ使ったいい得点でしたね。さあ、三笘、うまい、きた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 、うわー、ケッパー、スーパープレー。いや、本当、懐から出さないからさ、本当、膝曲げた状態で。キープできるようにしてるから、仕掛けられるようにしてるから、相手が飛び込めないよね。逆つけるし。三笘って仕掛けるときとそうじゃないときのドリブルのストライドさ、すごい大きいだろうから。いや、素晴らしかったね。で、このさ、バディアシルの右側に踏み込むフェイントが加速装置になってるんだよね。こっちに踏み込むからバディアシルこっちずれんだけど、これ使ってそのままこっち行くみたいになってるからね。さあ、大外のクロスのところを、使いました。さあ、ワンタッチで出すと見せかけて左足のクロス、いいとこ行った！いやー、ベルベック素晴らしい。いや、素晴らしかった。あそこ一番決まんのよね、ファーサイドのゴールエリア角ってね。キーパーも出にくいし、巻いたボールだと。三笘ための、ここ引っかかっちゃったんだけど、クリアが不十分になったんで、さあマカリスタ外にはたいて、マーチがクロスの。ファーサイド、ゴールエリア課題のクロスに、ちゃんと飛び込んだと。三笘もそこいんの素晴らしかったですね。今日いつもより三笘前向いてボール持てますね。うん。チャロバーが前向かせてくれます。あとはボールが行きやすい形にチェルシーがしてますね。青チェルシーにしよっかね。一応表記では 4-1-2-3 になってるけど、まあ守備の時は 4-2-3-1、4-4-2 ですね。で、ブライトンも、表記では 4-2-3-1 になってるけど、まあでも 4-2-3-1 って言っていいかな。はい、こういう形で。で、チェルシーの守備なんだけど、このギャラガー側が出てってというか、まあ最初からこの布陣なのかな。うん、で、これダブルボランチみたいな。で、ブライトンは、ウイング張って、サイドバック中高めに絞ることによって、ここのね、相手のサイドはここを引きつけて、このパスコースあるからここ通るよねって、この理屈でサッカーやってるんですよ。ただ、これって、半分正解というか、まあ、デメリットの方が多くて、それ何かっていうと、ボールは通るんだけど、後ろ向きでこう受けるようになったりとか、かなり低い位置にウィングが降りてこなきゃいけなくなるから、ここのサイドバックがかなりタイトに守備つける人だったりとか、前向かせない人だと、結果ね、ここで、もう停滞して、で、後ろに戻すパスコースとか全部塞がれて、同サイド圧縮かけられる。だチェルシーそこまでやんないでくれるから、前向ける。そうだから本当は、この原則を知ってると全然違うんだけど、センターバックはペナ幅まで行くと、この高い位置にボール出せるからこれでいい。で、いないときにはここ下がって、こういう迂回経路作るだけで、こっちに通されるかもしれないから、相手がこういうふうに外を警戒しなきゃいけなくて、中へのパスも通りやすくなるっていう。でも、ブライトンは、もう、この形っていうふうに決めてるから、結果、ここのパスがない、ここのパスがない。で、ここにパス行くときも相当ウィングが下がってこなきゃいけない。でも、ウィングも結構高い位置取ってるとき多いから、結果ここでしかサッカーできないってなる。ただ今回ありがたいのは、チェルシー、ダブルボランチが、この、チェルシーのツートップの斜め後ろにこう立つ、ブライトンのダブルボランチを、なんか人を捕まえに来てくれ。で、これによって起きることって、もうめちゃくちゃ悪じゃん。だから、こういうめちゃくちゃ空いたところに、まあね、これボードだから結構狭く見えるけど、結構広がってるところで、こう、ウィングとかこういうところにこうスパンって取ったりとか、なんか結構ギリギリのボールパンって出して、そこからの落としでみたいなのやれるように。だからチェルシーは、この後ろがこう人捕まえに来てるんだったら、前もこう出なきゃいけない。っていうか、どっちかっていうと普通は、最初ゾーンでここ押さえて、前出ていきました。こういう選手がパスコース顔出すでしょ。ここを抑えるために後ろ出ていく、全部はまるから結果、後ろにボール戻すしかないとか、ここで失うって感じ。これを、この2人を言っちゃえば2トップと2ボランチ4人で抑えてるみたいになってるから、ここからボール出しやすいし、その間に、これ1トップ1トップしたっていうよりも2トップしたみたいになって、こういう風にダブルトップしたみたいな感じで受けるのがブライトンだから、結果、ボールスパスも入る。だからチェルシーはちゃんと前が行く、後ろも行く、特にこっちのウェブスターなんかボール失いやすいし、激しくプレスかけたらすぐ横向いてくれて、ボールの出し先バレる出し方してくれるから、ウェブスター側になんだったら、もうダンクの方を抑えて、ウェブスター側に持たして、そこから激しくいくとかやってもいいぐらい。でも、ランパーだからやんないから、一応これは答えとして、もしやり出した時に言った通りでしょっていうふうに、結果論じゃなく言いたいから説明しておきますけど、まあ、やらないです。で、ブライトンはどうした方がいいかというと、これをヘルトマンだとこういうふうにね、意味ない立ち位置立っちゃうんだけど、まあ、これはデセルビが悪いんだけど、これやらしてるから。ただ、そこをマーチは自分の色を出して、しっかり降りるから、この経路ができるんだよね。で、これでもし相手がこういう風に絞っててくれたりしたら、ここから一発行くから、ここにすぐサポート行ったりとか、相手もこういう風にプレスバックで戻るから、ちょっと斜め後ろのサポートって、ここの連携したりとか、このマーチの仕掛けに合わせてニアゾーンの外回るとか、ちょっと後ろで待ってクロスとか入れれるから、この中に絞りすぎない、しっかりちゃんとこのボールを受け入れるところに立つっていう、このパスカル・グロスのこのポジショニングがすごいブライトンにとって生きてる。すごいありがたい動きしてます。で、低い位置からビルドアップの時に、ここにウェブスターが立っちゃう時に、パスカル・グロスここ邪魔だから、こういう風にいっちゃうんですよ。これって、このウィングが、この選手へのパスでプレスかけれるし、こっち側へのパスっていうのも、ここのパスコースをいっちゃえば切れてる状況だから、じゃあこれどうするかっていうと、内側入っちゃうんですよ。そうすると、この選手にマークついたら、わかる？より一層ここ開くじゃん。で、ここ開くの嫌で、この選手がこう来たら、こういけるし、これが中盤ぐらいのポジションを取ってるのも、こうでこうっていうのできるから、ここを開かないで一列縦に上がって、ちゃんとこの時にウィング高い位置取りすぎてると、マークされて、奪われちゃうから、ちゃんとここで、相手のサイドの最終ラインの選手と1対1に、前向きでなれるような位置を取っておくと重要。で、これで相手が出てきたら、三笘とか得意なこの裏合いすればいいから。これが、まあ、修正点だけど、これも、このやり方はブライトンがやってるの見たことないし、サッカー界でもこのやり方できるチームってほぼないから、一応、もっと良くするっていう修正ってところで言うと、これ教えておきますけどね、このチャンネルのそれが、まあ、価値だから。でも、まあ、やんないです。以上って感じですね。さあ、演出を打つ。演出を、うわー、すげえボールに綺麗に体重乗った素晴らしいシュートでしたね。いや、ほんとボールの中心貫いたみたいなね。いや、これすごいもう戦術のゴールですね、これはもう。いや、愛されてんな。いや、見たいね、リプレイ。これね、マーチやらかしたかなと思ったけど、切り替えて奪って。いや、こっから決めれるのすごいな。さあ、勝ちました、ブライトン。おめでとう。いやえ、降格圏ではないでしょう。降格圏だと思う。チェルシー今11位で勝ち点39。降格はしない。さすがに。でもクリスタルパレスと勝ち点33はやばいな、確かに。そう、よかったらいいね、チャンネル登録して帰ってください。いや、やっぱりね、この、やっぱ一つ言っておきたいというか、やっぱね、重要なのは、前半に言ったさ、このマイプレーかかってない状態でセンターバックがボール持てます。サイドハーフが、相手のサイドバックが味方のサイドバックつきます。で、こうパスいったときに、普通ならこのパスでも相手がさ、寄せてきたらもう前向けないとかさ、ここのパスコースが繋がんないから、じゃあ裏抜けしかないっていうところで、ここのパスコースが繋がんないんだったら、この選手は、前半のチャラバは後半のリース・ジェームスは裏ケアしとけばいいんですよ。で、ここが繋がるぐらい降りてきてんだったら、足元行けばいいんですよね。取りに。これがもうちょっと開いてる状態だと、足元で受けるのも下がりながら受けるのと違って前目で受けれるからむやみに距離詰めれないしスピード乗りながら仕掛けられるし、じゃあこれを距離詰めて対応しようとしたらここからこういうパスが、ね、もっと出しやすくなる、足元と裏の2択をしやすくなる。この状態だと足元と裏の2択ができるんだけど、スペースある状態で仕掛ける方のドリブルをできないから、これがやっぱりこのサイドバックはリース・ジェームスで上手い選手になったらその対応がもう三笘の裏抜けっていうのはケアされるし、足元で受けるときもぴったり疲れるから前向けなくなるから、やっぱりここのね、ブライトンのそのビルドアップのちょっとしたこのディテールの詰めきれなさっていうのが、三笘が活躍しにくい状況につながりましたよね。だから、この辺やっぱり相手が強くなったときに三笘が対応されたっていう風に言われちゃうんだけど、実際は三笘だけじゃどうにもなんないようなところに、追い込まれてるっていうか、そういう状況でサッカーさせられてるって話なんですよね。